見事だったわ。その絆石のおかげかしら。おお、絆石がパワーアップしたぞ。俺が知っている絆石とは使い方が違うみたいだな。俺の相棒の絆石は黒の狂気を浄化してパワーアップしたんだ。黒の狂気？聞いたことがある。でもそれはもう収まったって聞いているわ。ああ、だからこの辺りで起きている異変とは関係ないはずだ。もしかして別のもっと大変なことが起きているのかもしれないな。ガラ様が言っていたように、守りレウスがいなくなったのが原因かもしれない。アンジャナフも混乱していたように見えたけど。ライダーさん？やっぱりあなたはレドにそっくり。私はエナ。レドは昔からの友人で私の恩人よ。あなたに見てもらいたいものがあるの。来て。あ、待ってくれよ。それってレースの卵よね。ハンターたちに見つからないように隠しておいたの。卵は新鮮だし、とっても元気そうだ。でも他のレウスの卵と何かが違うような。守りレウスが飛び去る前に託していったの。この子を守ってほしいって言ってたんだと思う。どういうこと？異変が起きているのはこの島だけじゃない。各地でレウスがどこかへ渡り、行方がわからなくなっているの。いつもはおとなしいモンスターが暴れ出して人々を襲う事件も起きている。そんな、島の中だけで起きていることじゃなかったの？ああ、そうだぞ。世界がなんだかおかしなことになってる。だから旅に出たんだ。何が起きてるか知りたくてさ。そうだったんだ。海の色が変わったり、奇妙な光が発生したり、あれは一体何なの？詳しいことはまだ何も。でもレドは言っていた。それらは最悪の前兆だって。最悪？ここにいたか。ガラ様！しっ、こっちだ。ライダーが入っていくのを見たぞ。どこかにレースを隠しているのかもしれない。探し出せ。ハンターたちは我らがレウスを隠していると思っている。疑いが晴れるまでここを離れてはくれんだろう。あいつらに卵を見られたらまずいぞ。その卵は？ルトゥ村に行けばハンターの追っては来ないはず。ルトゥ村？私が住んでいる村よ。竜人だけの村だから人間は勝手に入ることを許されない。ハンターも追いかけて来られないと思う。私と一緒に来て。きっとレウスが私たちを導いてくれる。お前も来るか？どうした、怖いのか？心配することは何もない。レウスが導いてくれる。広くて素晴らしい世界にな。
すがライダーさんだ。そうこなくちゃな。だけどガラ様、レドの魂を感じる。この子がレドの絆石とレウスの卵を託されたのは運命なのかもしれん。ルトゥー村へ行けば破滅の翼を持つレウスの伝説を知ることができるだろう。それってハンターたちが言っていた世界を破滅させたっていうレウスのことですか？ああ、そうだ。伝説と各地で起きている異常事態には関係があるのかもしれん。ハンターたちは私に任せて。ちょっとハラハラドキドキだけど、きっと大丈夫。君ならどんな困難があっても乗り越えられるはずよ。私の一番弟子だものね。ナビル、この子のこと頼んだわよ。師匠に代わって俺が助けるぜ。レドと同じ強くて澄んだ目だ。レドの絆石が守ってくれることだろう。行け。崖を下ったところに船がある。ガラ様、師匠、世話になったな。また会おうぜ。ありがとう、皆さん。行こう。あれは、待て、どこへ行くんだ。月野。はい。あいつらを追えるか。お望みとあらば。月が来てる。急に現実に戻されたわ。いやー、ここまでが体験版って感じかな。いやー、いいとこだよ。え？あ、びっくりした。俺まだそっか、セーブしてなかったんだ、こっちでは。びっくりびっくり。でもすごいね、ここまでで大体4時間ぐらいだよ。で、これで2章か、今から。ケイナのと絆。なんか、噂によると50時間ぐらいかかるらしいんですよね、クリアするまでに。すごいボリュームだよね。で、新しい血が。おーおーおー、まあ、ヤクか。ヤクってなんだ。クルリャックじゃねえし、ヤンクックだ、ヤンクック。エナのふるさと。あ、竜人族なんだ、この子。へぇー。そして、レウスの卵を手に入れちゃいました。やったね。じゃあ、俺も乗るか。あ、一緒に乗るのね。そういうことね。アルカラ大陸。足折ったな、今ヤンクク先生の足折ったな。わ、すげえ、めっちゃいる。ロールドロスもいるじゃん。あ、こういう展開いいね。てかさ、なんでモンスターハンターライズには出さないの、アッシュ。なんでこっちばっか出すん。いや、素直に俺そう思うよ。もうちょいライズのボリューム増やしてほしかったな。ライズさ、今やることなくてやめてる人とか結構いるんじゃない。もうなんかやり尽くしたというか、まあ、周りがやらなくなったっていうのでやめてる人多いかもしれないね。どうしたんだライダーさん、卵は無事か。お、ずいぶん元気な卵だな。きっとビッグでグレートなレウスが生まれるぞ。早いとこ会いたいな。ええ、そうね。お、レイギエナ。おお、レイギエナ来た。あれはマジかよ。いや、離して。え、何？なんだあいつ。どうしてエナを。やばい、エナコに盗まれた。ケンキさん黙ってねえぞ、これは。
いやー、この動画を撮っているときは今、それがブーブだったんですよね。ブーブだったんですよ。え、なに、エノコリン行っちゃったやん。ちょっと、エノコリンどこ行ったん？なんか乗っとったな、人が。訳ありっぽいぞ、あっちもあっちで。訳ありしかいねえ。東エトールトの森。違うの。その絆石はレド。いや、違う。この子はレドの孫よ。ハコロ島で知り合ったの。ハコロ島へ行くのなら行ってくだされば。俺はてっきり門若氏にでも会ったのではないかと心配していました。どういうことだ。そいつ、エナの知り合いか？ええ、ウトゥー村のものよ。驚かせてすまなかった。アルマだ。ルトゥー村の警護を任されている。なんだかよくわかんないけど、勘違いしてたってことか。俺はナビル、こっちはハコロ島のライダーさんだ。よろしくな。村へ案内しよう。こっちだ。見つけた。月が来てるわ。なんか荒れての刺客みたいなの来ていいね。あのふわふわクイナ乗してんのマニアックじゃね。ふわふわクイナっていうのはモンスターハンターワールドで出たね、環境生物なんですよ。しかもレア環境生物。それがいるのがまた2だよな。いや、BGM もここいいなぁ。いや、いいねぇ。ちょ、これさ、BGM すげぇ良くない？全体的に。すげぇなんかモンスターハンターのあの感じ。なんだろう、なんか、それっぽさもありつつも RPG に落とし込んでる感じがすごくあっていいよね。なんか可愛い村だね。やっぱどことなく FF 感あるなぁ。いいね。では俺はここまで。長老の家でお待ちしております。私はじい様のところで OK？ じゃあちょっと探検するか。なんか薬草とか新しくなってないかな。なってないか。あ、なんだこれ。へぇー、三すくみ封じを直し。何それ、三すくみ封じって。そんなんあるんだね。まあ、ありがとう。まあ、武器とかはまだ素材、あ、でもここら辺のモンスターちょっと勝ったから、若干増えてるかも。これか。いらっしゃい。どうだ？うわ、これめっちゃかっこいいじゃん。てか、クソ強い。これだけずば抜けて強いんだけど。だって見て、他の武器17とかなのに、これ50いってっからね。しかも作るのはすごい高い。これはまだ作れないって感じかな。てか、あれか、素材が手に入ってないか。そもそもの話。ってなると、まだ新しいものはできない。ね。防具は。おー、ジャナクの装備強い。いや、こういう風にさ、これから先はこういう装備ができますよっていう、うまいな、作り方が。カプコンさん、うまいね。ほんとうまいよね、でも。大事だよね、そういうワクワク感。ちょい見せワクワク感ね。おじい様、心配をかけてごめんなさい。こっちの長老ちっちゃえな、おい。話はアルマから聞いた。えらいちっちゃえな。なぜ黙ってハコロ島へ行ったのだ。約束したから
レドの絆石は私が箱路島へ持っていくって。そのために一人で海を渡られたとは。チョロ、ゼラード様、この者が箱路島のライダーです。俺だけ人間だな。みんな竜人族だ。ライダーさんとナビルーだ。よろしくな、じいちゃん。レドの孫か。確かに似ておる。レドは本当にすごい有名なんだね。レドはこの村の恩人だ。頼みがあるというのなら聞こう。何を望む？これをどこで手に入れた？守りレウスから託されました。それを持ってきたのか？はい。ハンターたちがこの子を狙っています。卵が孵化するまでで構いません。この村で守ってあげてほしいんです。チョロ、もしやその卵は？ガラがこの子らをここへよこした理由が分かった。なになに、意味深なのこれ。レドの孫とやら伝承の儀を知っておるか？え、あの変なダンス。え、踊りたくないよあんな。そうか、やはり儀式を受けることなくここまで来たのだ。おや、何か違うようだ。であればライダーとはいえ、お前の能力がレドに及ぶものとは考えられぬ。あー、レドのなんかこう遺伝子を受け継がなきゃいけないわけだ。卵が孵化したところで今のお前では絆を結ぶことはかなわぬだろう。え、君たちは破滅の翼の伝説を聞いたことはあるか？この世に災いと破滅もたらされし時、そこに破滅の翼を持つレウスの羽ばたきがあり、かつてこの地にあった村は破滅の翼を持つレウスによって滅ぼされたと言い伝えられているのだ。まさかこの卵が破滅の翼を持つレウスってことか。いや、かっこいいじゃん早く孵化させようぜ。伝説にある卵とそっくり同じだ。そういうことね。そんな、ってことはこいつが生まれたらもう破滅するってことね、この世界は。だからそれまでに俺はレドのその継承の儀式を踊ってしっかりと受け継いでこの子と絆を結託するわけだ。冗談じゃないぜ。そんな話俺は信じないぞ。生まれる前から破滅をもたらすなんて決めつけて、そんなのあんまりじゃないか。なあ、君の言う通りだ。しかしこの世に生まれ出て破滅の力に目覚めることがあれば、責任を取らねばならぬのはライダーなのだ。お前にその覚悟があると言えるのか？ライダーさん、どのような運命を背負った卵であれ、守り育てるのはライダーの務め。まずはこの者が伝承の儀を受けるにあたうものかどうかを見てみてはいかがでしょう。レドの絆石を持つ者としてどう成長するのか、しばらく様子を見ることにしよう。おじい様、心配ないぞライダーさん。おい、早く生まれてこいよ。つうことで、これからやることが分かるね。あ、マイハウス。レウスの卵が預けた。あ、預けちゃったのなんか上飛んでない、あいつ。パルールムだっけ、なんだっけ、あいつ名前忘れた。パルールムやべえ、忘れた名前。飛んでね、膨らんでプーンってやつね。あれうざいよね。パルールルム、パルールルム、ん、パルールム、パウ、パオールム、パオールムだ。パオウルム、気にすることないぞ。それより伝承の儀を教えてもらわないとだ。ええ、そうね。伝承の儀を受けることはライダーとしての力を証明することレドの血を引くあなたならやってみせるぜ。ここがあなたたちの部屋。レドも泊まったことがある。そうなんだ。うっ、ここにライダーさんのじいちゃんもいたのか？ええ、レドはルトゥーに来た初めての人間。
レドが来たことで私たちは救われた。そういや長老も言ってたな、恩人だって。その話はまた後で。今は旅の疲れを取って、疲れが取れたら厩舎にいるアルマのところへ行って。そういやね、卵なんか取ったんだよね。なんだったっけな。お、ここはマイハウスじゃ。あ、すごい、防具の色変更できるし、今まで見た冒険のムービー絆技鑑賞できる。すげえじゃん。まとめ動画作ってってことでしょ。あ急にいかつくなっちゃったな。グレすぎだろお前、ちょっとグレすぎだろ。あーいいねこれ。まあ変えたい気持ちもあるんだが、ゴリゴリネタバレだよねこれね。変えたい気持ちもあるんだが、まあとりあえずこれでいこうかな。ストーリーは重ね着なしで、ナビルーは変えてもいいかもしんないけどこれでいこう。ナビルーこれでいこう。エナの衣装、あ、エナの衣装も変えれるの。まあとりあえずデフォルトでいこうかな。でギャラリーはこれね、どれぐらいあるかっていうのは、わかんないようになってるね、ちゃんと。よかったよかった。で、絆技。あら、まだこんなか。そうかそうか、単品で打たないと絆技にならないんだ。ちょっとベッドで休もう。あ、セーブか、これが。なるほどね。そうだよな、モンスターハンターってベッドがセーブだもんね。ここが厩舎だ。自由に使ってくれ。何かあったら、声をかけてくれればいい。なんか俺たち、プケプケすげえ大好きな人みたいだったけど。そんなわけじゃないぞ。ああ、ありがとうな。そうだ、この辺りでドーナツが食べられるとこはないか。いかん、こいつは舐めすぎている。こいつは舐めすぎている。ドーナツ、いかんだこれは。知らないのか。こんなにも印象変わるんだね。超絶にうまいあの食べ物を。聞いたこともないな。油でカラッと揚げて、もっちりホクホク、甘くて輪っかになってて、食べた瞬間ほっぺが落ちそうになるんだ。ドーナツを知らないなんて。ドーナツルンダー、ちょいちょいこういうの入るんだね。油で揚げた甘い輪っかの食べ物。輪っかでほっぺがなぜ落ちそうになるんだ。え、じゃなくてドーナツを知らないなんて。わかったよ、もう。わかったし、なんかほっぺが。すまん。じゃなくて、どう？すまん。ごめん、聞いちゃった。ダジャレに突っ込んでくだしゃれ。なんつってな。ダジャレ？なんだそれは。そうか。見ての通り、この村には竜人しか住んでいない。ライダーばかりが暮らしていて、最近まで外の世界を知らずに過ごしていたんだ。だから知らないことが多くてな。それを言うならライダーさんだって同じだぜ。島の外に出たことはなかったんだもんな。初めての旅か。気持ちも張り詰めていただろう。ゆっくり休むといい。ちょっと卵やろう、卵。これね、これ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 何だと思う？あ、ヤンククか。これね、いい匂いがするんですよ、ちゃんと。だからなんかいいやつだよ。どうだ。あ、またお前かよ。ちょっとちょっと、お前出過ぎなんじゃ。クルルヤック、何？強いの今回のやつは。なんかついてるね。なんか HP 高めのクルレックさん出たね。まあでも、とりあえず置いとこうか。まあ最初の方のね、トモンは、おそらくそんなにいいのが出たとしても、後々使わなくなってくるだろうからな。よし、じゃあ長老さんとこ行くぞ。いい？来たか。森にパオールムが現れてな。逃げる途中で傷を負ったものが出たのだ。えな、いい布団もしとるな。
覇王アルマーだって。おとなしくて可愛いモンスターじゃないか。いやあいつすげえ害悪モンスターだよなあ。普段人を襲うことはないんだが。おとなしくないパオウルムもいるんだな。いや、このような事態は初めてなんだ。そこで君たちに調査を頼みたい。ライダーとしての力量を見せてもらおうと思う。本当にこの子に頼むのですか？あれ、ちょっと待って、俺エナの衣装変えちゃったっけ。え、すごいこれ良くない？布団めちゃめちゃ大好き。ライダーとして経験を積むのは本分というものでしょう。それにレドの絆意志がある。伝承の儀を受けるに値するものかどうか、ライダーとしての可能性を皆に示す好機かと思います。ゼラードの言う通りだ。ましてやレウスと絆を結ぼうというのなら、ライダー自らが力をつけていかねばならん。おう、俺たちに任せろ。ライダーさんの力を見せてやるぜ。お待ちください長老。この子たちはライダーとして未熟です。未熟だって？ライダーさんはアンジャの人だって戦ったんだぞ。全く説得力がないね。でついてきてくれるんでしょ多分これ。そういう過信が一番危険なんだ。それもわからないとはやはり未熟だ。何？村の警護は俺の役目です。長老、俺を。お前がいてくれれば安心だ。この子たちに同行してくれ。はい。協力者は一人でも多い方がいい。では支度を整えて森へ向かうように。俺とライダーさんだけで十分なんだけどな。まあ任せとけ。気をつけて。